おはようございます。 KOG チャンネルフォルツァスタイルカメラ大塚です。今日はですね、とある方を待ってます。お台場で待ってるっていうことは、来たすいません、おはようございます。おはようございます。おはようございます。かわいいベストそれいいっすね。いや、ありがとうございます。アマタスです。前回沼津行きましたけども、行きました。すごい楽しかったですね。いや、めっちゃもうめっちゃ宝探し、いや本当に。であの時に、はい、とある方にこう一緒に行けたらいいななんて言ってたんですけどね。言いましたね、会話の中でね。MC の谷原さんも、うん、アメカジとかめっちゃ好きなんですよね。谷原さんはもう本当アメカジが大好きなんですよね、うん、これは口から出まかせですけど、はい、いつか一緒に行きたいなと思って。いやーねー、例えばジャムとか一緒に行ったらどうなんですかね。絶対面白いんじゃないですかね。うん、行ってみたいですね。ねえ、谷原さんとねえ、うん、それがなんと今日もう言えない、実現するかも。町田のおジャムに、ジャム目覚まし8の、はい、谷原翔介さんと、はい、ジャムリに行きます。ジャムります。はい、今日は谷ウォークでいいです。谷ウォーク、確か俺も谷ウォークでいいや。ここですよ。ジャム。あ、おはようございます。おはようございます。お招きありがとうございます。谷原翔介さん、はい、天達さん、はい、と一緒に、はい、町田のジャム、はい、ジャムさん、ジャム有名な古着の中ではもう、はい、ジャムを通らずして古着を語る。すごい宣伝効果ですよ。ありがとうございます。恥ずかしそうにしてますけども、よく行かれるんですか。いや、僕来たことないです。だから僕は語れないんです。古着は。僕はあの町田、実はその、はい、僕のその古着の師匠さんみたいな、フェローズの志村さんという方が地場なので。なのでよく町田チェックと、あと町田ゼルビア多いですよ。そうですよね。はい、谷原さんはでもスポーツをご覧になってたって見てます。めちゃくちゃ喜んでます。めちゃめちゃもうなんか気絶してます僕も。やってきてよかった。ああ、やってきてよかった。スポーツと中年と中古車。本当ですか。これは繋がりましたよ。やばいっすよ。ぜひ中年と中古車も一緒に。こんなかっこいいおじが。池おじチャンネルフォルツァスタイルなんで。クソジジイなんで。よろしくお願いします。はい、着てるのがこれ、このあ、今日はラングラーの1個ぐらい、これワシントンですね、DC。 なんか裏地かわいい。そう、6、7年前に、はい、ヤフオクで8000とかだったんですよ。町田で谷原さんと回れるって、いや、もう町田生まれですから。あ、そうなんですか。鶴川生まれ。あ、へぇ、はい、広島は親が広島の家系です。僕は先々週広島の福山で講演した時に、うん、谷原さんも広島なんですよ、うん、みたいな、ゆかりがあるんですみたいな。見晴らし、あ、見晴らしですよ。安田だるまってだるまがあってね、最高の話ですよ。すみません、話遮ってます。進行してもいいですか。いいですよ。これもう本当にこれ元はね、グリーンなんですけど、フランス軍のモーターサイクルジャケット、コート、40年代かな。そうですね。ちょっとなんかさ、こう、はい、この絵がたまんないですよ、これ。リバウパの匂いってあるじゃないですか。ババアババアであのね、オイルの匂いするけど、はいはい、それもなんかもう古着屋に来たら古着屋の匂いってありますね。なんとも言えないカビ臭いんだけど甘いようなっていうかね。あります。特有のフジテレビじゃこんな話できないんで嬉しいっす。暇ないもんね。これだってライダーコート着て、これもあのフランスの軍かちょっとわかんないですよね、うん、でもちょっと軍っぽい、軍ですか、軍と、アーミー、舞台が何かとかわかんないなんだろうな、完全にもうどこに戦いに行くのか。なんかやっぱり楽しいっす。楽しいっす。やばい。ちょっと見ましょうよ、いろいろ。50のバーバリーの1枚層でしょ。値段もえぐいんですよ。30万8000円。タイ6件じゃないですか。トレンチの原型って言われてる。巻きのやつですね。かっこいいっすね。ね、綺麗。買えない。
ホコリの匂いとかもいいですよね。どうするんですか、これ流行ったらどうするんですか。ちょっとカビ臭いのがいいんですか。ルーティンみたいな。古着屋の襟元匂いか、何度洗っても取れないですよね。そうですね、不思議と。ちょっとカノンちゃんのデニムがいいんでちょっと突っ込んでみますか。あ、これリー・ラングラー、あ、まあ、リーバイスか。ビッグイー、はい、そうです。あ、ビッグイーなんだ。ビッグイー、いいじゃないですか。もうなんか浮世離れしてて、これ谷原さん似合いそうで、ね、カウチン、あ、俺も好きなんですよ。これ網がきついやついいっすね。ギュッとしてますね。ギュッとしてる、うん、もっと後になると緩み、糸自体緩くなるんですよね。あ、黒が珍しい。黒と黄色かっこいいですね。かっこいい。今日は、まあ、ぐるっと見て自分が好きなものを、うんうん、今日の一着っていう感じでガンと紹介したいんで、あ、見て回って、はい、じゃあ2班に分かれて。じゃあ2班に。ごめん天田さん、ごめん、ちょっと今日借りちゃうね、はい、いつも大塚さん天田さんだから。いやいやいや、僕もうカメラマンなんで撮るのが坪谷オークで。坪谷オークブルックスとかお好きなんですよね。ブルックス好きですよ、はい。これなんですか、これ。これはスモック、フィッシャーマン。フィッシャーマン、そうですね、いいですね。なんか硫化デニムっぽい感じでいいじゃないですか。確かに硫化デニムっぽいです ね、 ね、洗ったらちょっと硫化デニムっていうワードが谷原さんから出る。これ6号のフィッシュテール、ー XS、 めっちゃちっちゃいやつですね。あんま出ないですよね。これカノンちゃんサイズでしょ、ね、着てみる。 XS いいですよ。着せるの。じゃあお着せしますよ。じゃあすみません、どうぞ。谷原さんが着せてるっていうこの、わーすごい、あ、いいじゃないですか。すごい、このヴィンテージデニムといかがですか、フィッシュテールと。ありがとうございます。あー、お似合いですね。ありがとうございます。本当だ、ジャストサイズ。これおいくらですか。96,800円。レアだから、ね、レアだから。でも意外ともうデッドストックのフルセット。日本デッドストックなんだね、これ。そうです、そうです、うん、これミントかもしれない。あ、ミント、はい、ライナーもついてんだ。ライナーもついてます。 XS で、はい、あら、今日誕生日だっけ。今日は違います。毎週。前回誕生日だったんですよ。前回誕生日。前回誕生日。あ、よかったな。前回来ればよかった。すげえギャルソンだ。あれ、これ、あ、これいい記事ですね。出てないですけど、54,000円。まあでもなんかヨーロッパで頑張ったギャルソンがこうやってまた戻ってくる、嬉しいですね。いいですね。あれ、これチャックテイラーですね。はい、オブスさんの。へえ、デニム、黒デニム。え、本当だ。そう。なんか雰囲気違うなと思って。違いますよね、ちょっと硬いですよね。へえ。まあ、年代は90なんですけど。あ、そうなんですか。はい、なんか80年代っぽい。そう。かっこいい。サイズいくつですか。ナインハーフ。いいです。なんだかんだで一番これ履きますよね。履きますよね。言葉を聞いた時の笑顔が最高っすね。やっぱりこっちが気になっちゃう。なんかやっぱりその、これはブラックだ、はい、これないっすよね。なんかインディゴよりいなくないですか、ね、これかっこいいな。もうロックにしてめっちゃいい、はい、あ、これ短いの珍しいですね、はい、これブラックですよね。ブラックです。これめっちゃいいな。うわぁ、巻きに、巻きに、そうそう、うわぁ、これ最高ですね。最高ですよね。このなんかね、ちょっとショートだけじゃないけど、やっぱ30年代ぐらいの、めちゃくちゃ雰囲気、これいいですよね。着やすいですよね、この丈、うん、今日も着ていらっしゃるフェードモノでなんか同じようなちょっと着させていただきます、はい。あら、ちょうどいいな、これ。一発目からこれ来ちゃったかな、これあれこれいいな。うわー、なんかずっと着てたみたいな。そうっすね。柔らかい感じ。うわ、これ着るんじゃなかったな。もうこれいいっすね、これ。これいいっすね。もう来ちゃってるよ、あの人。ガンガン来てますね。ガンガン来てますね。あ、
あ、メタルボタンでいいじゃないですか。え、あ、これね、はい、これあんま、これね、私服なんですよ。あ、これ私服なんですか。脱いだらこれだったんだ。いいやつ着てるなと思って。あ、これは対戦のカバーオールですか。対戦よりちょっと前ですね。あ、30年代とラグランで、ラグランでちょっと A ラインっぽい感じ、ね、袖のカブスの。あ、これいいっすね。はい、うわ、対戦のジージャンでもデッドだと3000万とか、さ、3000万どっか。あ、マッシュルームさん。ええデニムか家か。デニムか家か。究極の選択。あの、これはなんかめっちゃ雰囲気が、はい、ここ、そうですね、ウォッチポケットですね。え、これのチェーンを通して横、あ、そうです、懐中時計をこうバラッと、でここに引っ掛けるんですね。なるほど。ここにチェーンを通してクリップがなんかここに落ちないように、これ着てみていいですか。あ、そうです。これめっちゃいいな、これ。やばいゾーンですよ、これ。これやばくないですか。わ、これはいいですね。60年代ぐらいですか。もうちょい前。30年代。30年代。そんな古いの。これ おいくらですか。高いですか。声がちっちゃくなっちゃう。じゃあいくらですか。78。カバーオールか。カバーオールかな。だって100年ぐらい前ですからね。モンゴメリーワーズ。はい。だからこのボタンが MW って言うんですよ。モンゴメリーワーズですね。切られてみたらどうですか。買わなきゃいけないでしょ。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。だって天達さんもなんだかんだ追い込まれて買ってたよ。追い込まれて追い込まれて、ね、そんなことないですよ。追い込んでないですよね。まあでも最終的には、でもいや、でもこれは高いなって言っててしたらもう一択現れて、二択をどっちか選ばなきゃいけないみたいになってたよね。よく見てますね。あー、これ追い込まれてるわ。それ自分とのあれ対話ですからね。そう、でも買ってよかったですよ。よかった、確かに似合ってた。家でもう着たまんま今寝たりしてて、でこうヒゲみたいのをつけようとしてね、一生懸命。あ、でここにでもなんか腰が痛いなと思ったら、こういうでっかいボタンがついてて病気かと思ったらそれやつ。ボタンが当たってた。よかったね、ボタンでよかったね。よかったですよ。病気じゃない。早く気づけたな。デニムデニムで。そうやばい、カバー。谷原さんと同じの選んだ。やばい、これこれもやばい、ね、声がもう声がダダ漏れっすね。ちょっとでも長いけど、これまくっていけんじゃない。30年代。うわー、これいいね。なかなか見ないタイプの。うわ、うわー、おー、うわー、これ並んで並んで。やった、うわ、やった、やった、一緒だ、大変だ。あー、サイズ的にもちょうどいい感じ。おー、ついてました。いい、かっこいい。うわー、いいっすね。いい。あ、これ19万8000円でしょ。これデッド、これ78万円。7万8000円じゃん。いやいや、78万円。マジっすか、谷原さん、買わなきゃダメだよ。ほら来た。ちょっと待って、ほら。使えない、使えない、やばい、使えない、使えない。かっこいい。これも年代も、いや、めちゃくちゃいいですね。サーティーズっすね。サーティーズ。あ、こっちにチンスチンスついてんの。めっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいですね。ボタンがしい。カオちゃん似合うと思うよ、これ。え、大きくないですか。いや、絶対似合う。あ、この萌え袖が。あ、いいですね。萌え袖で大丈夫ですか。はい。彼氏も買っちゃったみたいな。彼氏これ着てたらやばいですね。やばいです。あー、袖まくって。いや、いいですね、このオーバーサイズもね。いや、すぎですよ。すごい、めちゃオーバー。通報しぐらいしたらちょうどいいですね。通報しするんですか、これ。洗う、洗う。洗いますか。この辺もこれ、これ鬼ヴィンテージじゃないですか、これ。鬼ヴィンテージです。リーの赤タグのセンター。これ、こっちはリーバイス34じゃん。はい、いただきました。今は33。107万8000円です。いや、ないね、でも。これないない。リベットついて、V ステッチとか。もう後期の方ですね。こんなにいいの。パッチはレザーパッチ、レザーカーパッチついてた時代ですね。このサイズとこの色の濃さでやっぱりこれぐらいの値段ですかね、やっぱね。33、30。これ僕ぴったりだな。こっちのリーも見てみましょうか。これもいいですね。ワンムッシュって感じ。うわ、すごいよ。
バキバキじゃないですか。リーバイスよりも本当にリーノがないので、うん、ボタンのですね。あらー、うわー、これいいですね。まだワンも出動するんですね。皆さんこれかな、首入りますね、うん、ね、いける。ほらデニム好きな人は首に巻くんですよね、うん、で首届くのはウエスト入るみたいな。これ おいくらですか。85万ですか。めちゃくちゃいい雰囲気ですね。うわー、なんかこの片耳っていうか、これもいいな。3032なんだ。これでもカットしてない。してないですね。これいいですね。これちょっとロールアップして、これもうジャストなんだ。いや、これいいよ、大坪さん。いや、これはいいですよ。これはいいですよ。もう出会えないですね、これもね。いいわ。 R ついたのしか持ってないな。 R 以降レジスターマーク、あの方がですか。うん、 R 以降、うん、MR の前だけど、うん、R しか持ってなかったら R としても。本気モードに入っちゃった。本気モードに入っちゃった。これはいいな。めちゃくちゃいいですね。いいね、なだらか、うん、なんか入れてたんですよね、ここね。ね、なんだろう、この上の方まで入ってますもんね。財布、財布かな、こう上まで行ってます ね。財布じゃね。スキットルとか入れてたのかな。あー、スキットル、はい、あ、スキットルだったらいいかな。財布は右の削りで、俺と同じ当たりしてんなと思った。じゃあ財布で。スキットルだったらじゃあ財布で。あ、ダメ、スキットルだった。スキットルか。財布だったらもう、いやちょっと試着しようかなと思ったんだけど。これもいいですね。41万ですね。わかりました。え、僕、あ、 S タイプ持ってないな、ね、これ、え、履ける ?30 履けます。ちょっと着てみましょうよ。怖いな。履くだけ履いてみ、履くだけ履いてみましょう。怖いな、これ大坪さん、はい、なんか履いてるんですか。履いてるんだ。大坪さん、履かしたら履かしたら被って大丈夫です。被って大丈夫です。いつも追い込まれてる。ありがとうございます。わあ、これダメだ。やっぱダメでしょ。これダメです、ね、え、 A は持ってんの。いや、 A も持ってないです。 A もないの、はい、ビッグ E までですね。え、じゃあ A も S も持ってないから、もう一個階段上がるには S がいいんじゃない。おお、やっちゃった。あらららら、ほら完璧じゃないですか。何にも直すとこない。ほら、何にも直すとこない。どうしよう。これ大坪さんのために今まであそこでずっと待ってたのよ。完全そうよ。怖い。怖い。今日のパラブめっちゃ合うはずよね、これ。合いますね。あらー。あらー。来たー。うわあ。どうしよう。じゃん。今日子供の誕生日なんですよ。あ、そう。じゃあ将来お前履けたらプレゼントしよう。そういうことですね。誕生日祝い。誕生日祝いに。20年後に倍になってるからみたいな。そう。うわ、まだ全然当たりついてないから育てられるね。うわ、これだってまだ毛羽出てますよ、ね、毛羽。大坪色にこれ育てられますよ。これ毛羽がまだね、立ってるんですよ。本当だね。いや、うわ、いい、いい。これで、ね、うわ、まあ、やばいな、本当にやばいな。これだって41万でしょ。 MacBook Pro 買おうと思ってたんだけど。毎回言ってるけど。でも MacBook Pro は値下がりしかしないけど、そうですね。値上がりするから、そうですね。値上がりしかしない。確かに。ね。2年前しか持たないでしょ。2年か3年。ちなみになんかスタイルよく見えますね。初めてこのね。山田さん今何つったの？今スタイルはよく見える。いや、俺も思った。スタイル怖い怖い。目覚まし8怖い。目覚まし8で挟まれてます。挟まれてます。快晴だね、これね。快晴ですね。雲も一個もないですよ。透き通る青い空ですね。年に3回ぐらいです。あ、本当ですか。そんな出会いはね、これの出会いはもう年に何回もないよね。ないないない。怖い怖い怖い。今がジャストでちょっと履いたらちょっと緩くいって、はい、タックインできて、シャツインして、うわうわやばい。これは本当に本当にドキドキしますね。本当にいいサイズ、うん、いいサイズ、うん、なかなか出会えないよね。皆さん、あのリーも試着室されたらどうですか。履いた方がいいですよ。履かれた方がいいですよ。履くだけ。もちろんもちろん。谷原さんもいいの持ってる。俺絶対サイズあるの分かんないもん。絶対あるのよ。ああ、もう。あ、ドンピシャですか。ありがとう。ありがとう。ありがとういただきました。うわー、いい。
あれ完全に何にも直したくないですね。何にも。うわすごい。このスタイルにもぴったりだな。うわすごいすごいすごい。オーナーがまだ住宅見えんですよってペロッとめくったら3432で、ああ俺のサイズじゃないかあれ。うわめちゃくちゃいいですね。ポケットは横に出てんのがいいですね。そう、ね、かっこいい。101 50年代50年代初期。うわーいいな。うわこれめっちゃいいっすよ。これいいっすね。やっぱこうリーバイのちょっとなんかふわっとしたデニムと違って締まってていいですよね。そうです ね、リーラングラーはこれもうちょっと丈が上がりますかね。水は入ってそうなので一回通ってますね。はい、そんな感じですか。ちょうどかっこいい。上がっちゃうんだったらもうちょっと買えねえなと思ったんだけど上がんないっす。ただね違うのよ、ま、ここちょっと当たりがあるわけ、はい、これ財布の後、財布の後でしょ。 ありますね。財布の後かなって俺思ってたの、はい、ただ大友さんがこれスキットルだって言うわけ。スキットルお酒の、ユーキーのね。あーで俺財布3つも右にえんのこっち、うん、財布だったら買おうかなと思ってたんだけど大友さんスキットルだって言うから、いやこれね財布ですよ。絶対財布です。絶対財布。でも本当俺のサイズですね。めちゃめちゃジーンズ似合いますね。うん、ジーンズ。わあこれかっこいいな。お尻もキュッと上がってるし。うん、最近俺いつもケツ鍛えてんのよ。あ、そうなんですね。そうですか。どうやって鍛えてる？放送中ずっとスクワット。やってますよね。あ、いや本当にやってるんですか？僕の天気中に、うん、天気中にやってます。だから谷川さん全く聞いてないんだ。聞いてんだけど。やってます。自分のケツも鍛えてるのこれ。下半身を。ほらこれやばくないですか？いやー。いやーいい。ね。いや先輩さすがです。ね、値段こっち倍ですけどね。418,000円。いやこれはいや、ま、昔よりだいぶ上がったんですか。いやいやそりゃそうですけど、もちろんリーバイは、うん、そんなにというか昔からこの今タイヤツは高かった、はい、リーはここまでではなかった。あ、そうなんですか。評価がちょっと下がった。へえ、まあ、僕これサイズ僕のサイズですからね。そうだよ。怖っ。うわ今年もう何も買わないっていうことにしてもらうんでしょうか。えここ古着の買い取りとかやってないですか。下取りとか。全然なんかいいのある。個別相談です。個別相談でだから全然なんかもう本当に。ただ軍物とかダメですか。あ、軍物はもう大好きです。フライトとかいけます。大好きです。それ出す前に一回取材しに行ってもいいですか。おつまん誕生日だからまずは誕生日優先した方がいい。これはやめといてとりあえず一回、ね、ステイ。谷原さんは全部だって一回ステイするよ。ステイですか。一回ステイよ。このまま履いて帰ってもいいんですよ。いやだってバラエティ的に言ったらここで削らない人面白くないじゃん。これバラエティじゃないですか。ドキュメントですよ。ドキュメント。本当？はい。だからバラエティとかじゃなくて、うん、こう自分との対話です。じゃあこれもちょっと買った方がいいじゃん。じゃあこっちも買った方がいいと思いますよ。じゃ一緒買う？一緒買いますか。これ後にしましょうか。これほらだから後って言ったのよ。これはだから後って言ったのよ。これを今日とも、ね、子供誕生日なんででしょ。はい、ちょっと一回脱ごうか。なんかいいのありましたか。うん、これ最初ほら大塚さんと一緒見てたやつよ、はい、あーこれ好きなのよこういうの俺。あーいいですね、うん、これが実は一番フィッシャーマンスモーク、うん、最初にいいなと思ってて14,300円。値段もいいでしょ。めちゃくちゃ普通にいいですね。マジだやっぱ庭いじりとかに作るね、ね、はい、ガーデニングとか。いやもう全然俺このまま出かけちゃう。フィッシングそれでお料理してもかっこいいか、うんうん、あ料理とかもいいかな。ポケットついてるし。小田さんは今日はのそういうことしてるうちの嫁見てないのにうちの親が見てるんです。こんなありますね。うちのお母さんが見てる。お母さん今日はあつぼさんのサラダと大変なのに。あれ、またさ、これダブルブレストの。これはあのフレンチの一番王様みたいな。いや、たぶんこういうの好きよね。あ好きです。持ってんじゃないですか。インディゴ持ってるんです。インディゴ持ってるけどこれブラックなんです。ブラックリネンなんです、あ、なかなかいいお値段するじゃないですか。272,800円。ブラックリネンダブルブレステッドジャケット50年代。肩の落ち具合がぴったりなのと、このほらちょうどねこの第一関節ぐらいまで来てるこの長さ、そうそう天達さんに似合うよ。そう似合う。あ本当ですか、うんうん、ちょっと待って、これ
それ最高なんですよ。春先にさ、はい、なんかちょっといい白 T かなんかとかさ、あとシャツでもいいしさ、はい、このなんかあの肌着との相性がまたなんかいい、フレンチっぽい。いいっすよねこれね。また今日こんなの着てきちゃったもんだからもう、これまたあれなんだよな、インディゴと違うんすよね。また一人ごとが始まる。この形は持ってんの？インディゴは持ってるんですよ。この形は持ってる。はい。でもまたね雰囲気が違うんすよね。でもなんかさ、そのなんだろう、色違いで持ってるのすごいおしゃれよね。上級者な感じ。じゃあ締めますか。締めます。今日の一着っていう、買う買わない、買う買わない別で。はい、ああそうなんだ、はい。もちろん。取った今日の一着俺これ。D もあの欲しいなと思う、はい、いいなと思うけど、あれはもうなんか価値はもう決まってるものだし、まあまあね、ただなかなかのサイズで状態がいいものが出会えない、うん、でもこれはそんな価値が、ね、見出されてるとかっていうんじゃないか、値段は可愛らしい値段だけど、うん、デザインも素敵、うんうんうん、ああ谷原さん似合いますね、ね、似合いますね、うん、このスタイルがいい。で大坪さんは、うん、いやまあそうですね、もうすみません、何も面白くないですけど、オマルチ S タイプさっき履いたやつ。そうね、だってこの糸残ってんだもん。そう、糸残ってる。今日子供が誕生日なので、うん、試着をしました。はい、41万円です。41万円。では又津さん。私はこれです、はい、ブラックリネン、はい、ダブルブレスト、もう探してもない、ない値段じゃない、ね、値段じゃない、まあね、名言出たね、値段じゃない、いやもうないっすね、ないっすよ、ね、もうメルカリ、あと、ヤフオク、うん、地方チェックしてもない、はい、ないっすね。あってもちっちゃいサイズで着れるのがないので、もうこれはなんか、自分で追い込みたいだよ。あれ、自分でもうなんか答えが出てる感じがします。今日の一着ですよね。まあまあ、もちろん。バラエティーで。いやいや、もうこれは素敵だなと思って。うん、というわけで、本日のツボウォークは、はいはい、町田ジャムで。ジャムで。谷原さんと来れると思わない。こんなに。いや、もう本当今日、なかったら俺自分の声が。また言わないでくださいよ、本当に。もう、やるじゃ。ということで、町田のジャムで、はい、はい、すっごい楽しい、ね、ショッピングというか、うん、一緒に回れて、うん、本当に、いやもう消化不良よ。本当ですか。食いったんね。ちょっとアフタートークをはい、お願いします。見ていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。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 どうしよう、どうしますか。どうすんの畑さん、あれ。いや、ちょっとでもどうしよう、ちょっと値段も値段だしな。そうなんだよね。値段も値段なんだけど、はい、もうないからね。同じ、うん、はい、やっぱ俺も状態のが二度とないかどうかは分かんないけど、はい、あのサイズがあるのってのはなかなかないと思うんですよね。谷川さんドンピシャですもんね。ドンピシャ、ジャストサイズも本当に。あれかっこよかったな、あのポケット横にあって。そうなのよ、ペタンと広げてさ、はい、いやあ、ここ悩みますね。でもリーバイスだったらもっとしますよね。20万円差ぐらいだったもんね。110万円ぐらいでしょ、キャッチ。ダブル X って101万円ぐらい。100、そうですね。9、タックス入れるとそのぐらいですよね。110前後。はい。でも状態っていうのはちょっと味は出てるんですね。めちゃくちゃ悩みますね。ここ本当3、4年で急に上がっちゃったから。上がりましたね。上がりました。本当に上がりました。下がった時期ありませんでした。ずっと下がってましたよ。そうなんですね。俺この間実家処分したんですけど、はい、うん、もうかなり買い溜めてた倉庫、倉庫なんか溜めてたやつ、14、5年ぶりぐらいに見に行ったらもう雨で腐っちゃってて、結構捨てた、スウェットとかのフェニーズとかの本物の前の入ってる、あのチャンピオンのランナータグとかの古いやつですよね。いわゆる40ね、あの大学とかの練習着かなんかで混紋のやつが、レイヨン混紋みたいなやつが、なんかつまみとか。どうしよう、でも本当ワンワン。食べながら考えます。うん、上がりのワンワンでいいんじゃないですか。上がりっていうほどワンワン入ってないんですよ。
では始まりそう。確かに。マダイの昆布締めになります。へぇ、はい、美味しい。中年度中古車出たいな。あ、本当ですか。全然一回出てみたい。本当に今太ってます。証拠。なんとメディア初ブランドを作ることになりました。あ、シルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよ、あれが。最高の基本みたいな。あ、すごいな、これ。あらゆる女性にモテる。ペンパンです。ロックフラのエヴケートマシー。星葉さんと私とも。これお宝ですよ。うわ、すごい。